2020年5月24日でございます。ゲーというわけで、こんばんは。どうも、関東の方では緊急事態宣言がぼちぼちなんか解消されるみたいですけどね。大丈夫なんでしょうかね、いろいろとね。問題は山積みでございますが、ゴールデンウィークを抜きにすれば、私は仕事に行っておりました。というわけで、本日も行ってみましょうか。北方健三、三国志、五の巻、八海の星、初見朗読をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。というわけでですね、今日はここからですね、ここからです。勇者の夜ところでいいのかな、変ではないと思いますね。すいません、後で調べておきます。これが初見朗読ってやつですね。勇者の夜ところでしょうか。勇者の夜あたりじゃ言葉として変だよね。初めて見ました。この何て読むんでしょうね。はい、この字体は知ってますけどね。厚さはこれぐらいですね。1時間で読めるところまで行きたいと思います。多分前編後編になるのかなというところでございましょうか。それでは読んでいきましょうか。勇者の夜ところ、違ったら直しておきます。はい。一部、夢を見た。夢とは言えないのかもしれない。眠ってはいないからだ。それでも長英には夢としか思えない。平原を駆ける馬、一頭である。またがっているのは自分だった。ただ、駆けている。一度だけではなく、このところしばしば見る夢だった。どこへ行こうとしているのだ。自分の姿にそう問いかけそうになる。いつもの岩の頂だった。上半身は裸である。大抵は座り込んで何かを考えているのだが、時々夢とも知れぬものを見ることがあった。曹操と袁紹がついにぶつかった。大軍が二度ぶつかり、二度とも曹操が勝った。袁紹が中原を攻めるという格好だったものが、曹操が河北を攻めるという形に変わった。二度の対戦で立場が入れ替わったのだ。曹操は今、中原で兵を養っている。病に倒れたという噂の袁紹も全く動きを見せていない。珍しく、この国には静かな日々が続いていた。漢中軍も静かである。これまで劉璋が送ってきた兵のすべてを打ち払っていた。劉璋も漢中をどうすればいいかわからないというところだろう。漢中軍だけを守るつもりだったが、山が連なっているので、ゴトベイ道軍の力は自然にその山全域に及ぶようになっていた。益州派生軍の北東部はもとより、慶州義興軍の一部も入っている。山岳部を制しない限り、ゴトベイ道の本拠である南帝は、守りにくいのだ。兵は6万に達していた。武装は充実しているし、騎馬隊は2000人まで増えている。劉璋の軍が攻めてきたところで原野戦でも打ち破れる。事実、二度ほどそうやって打ち払っていた。山に引き込んで戦うのは原野戦よりも兵の犠牲が少なくて済むからだ。山は全体が砦のようなもので、至るところに罠が仕掛けてあった。勢力が伸びている。長英はそれを如実に感じていた。兵が10万に達すれば、劉璋を益州から追い出すのもできないことではなかった。今でも長安にはほとんど抵抗を受けることなく出ることができるし、慶州北部を取ることもできた。支配地を広げないのは、これ以上大きくすると目立ちすぎるからだ。事実、慶州北部ではしばしば劉表の軍とぶつかっている。
今のところ精鋭ではないが、これ以上広がろうとすると必ず精鋭を出してくるはずだった。本営は南帝の仮騎射、信徒の宿泊所だった。兄の長老は南帝郊外の山の頂の館から動こうとしない。教祖はそうあるべきなのだと思っているようだった。ゴドベイ道軍は信者から兵を募り、兵糧を集められるという他の軍にはない有利さを持っていた。しかし、教祖の長老が撃たれてしまえば、それで終わりなのだ。そこがゴドベイ道軍の脆さでもあった。長英は兄の館の周囲に30人採集、信徒の頭たちの牛舎を作った。長老が信徒に会うのは仕方のないことで、せめて採集たちに守らせようと思ったのだ。そのため腕の立つ採集を選んでそばにつけてもいる。長英はまた原野をかける自分の姿を見た。どこへ行くのだ、声に出してつぶやいてみる。声は風に吹き飛ばされるだけだった。長英が岩の上にいるのは夜明け前から日が朝の光線を放ち始めるまでのことが多かった。それは日課で、特に考えなければならないことがあるときは夕刻から夜明けまで座っていることもある。岩を降りると長英は着物を着込み馬に乗った。岩のすぐ近くに屯営が一つあり、300ほどの兵がいる。叔父の先行が1年前にそこに屯営を作らせた。岩の頂に一人でいる自分を警護するためだと長英は思ったが、何も言わなかった。楊州で孫策が暗殺されたのも一人で動き回っていたからだ。自分にもそういう手が伸びてこないとも限らないが、つい他のことを考えて周囲への注意はおろそかになる。先行はそれを心配したようだった。屯営では広報が20名の部下と待っている。昨年の初めからいわば長英の旗本としてついているという格好だった。信者の中でも特に武術が優れているものを白秋が選び出したのだ。仮騎射へ向かうぞ、広報。馬に飛び乗り長英は言った。慶州義興軍の聖域に1万ほどの兵が集結しているという知らせが昨日入ってきた。聖域の山の山岳部は五戸米道軍の勢力下である。劉表がそれを追い出そうと動き始めたと考えては間違いはなさそうだった。仮騎射では白秋と人生がすでに待っていた。軍議は3人で、特に大きな問題があるのは、それに先行が加わる。大きな問題があるときは、それに先行が加わる。軍の編成は、大隊長10名の下に、隊長120名である。白昼と人生がそれぞれ3万ずつを指揮していた。その上に、長英がいるという形だ。1万は集まっている、という話です。兵糧も運び込まれているようで。そちらはいい。生徒に放った者が戻るのを待とう。ここで考えなければならないのは、益州の劉表が連合して五戸米道を討とうとしているかどうかだった。共に官王室に連なる同族である。ただ今まで両者に連合の動きはなかった。あの山中に展開しているのは3000の兵にすぎません、長英様。分かっている。もう一体上、大隊長も一人。大隊一つが6000だった。10大隊とは別に、長英が指揮する騎馬隊が2000いる。騎馬隊の指揮だけは長英はこだわった。大隊一つで足りますか？山から降りて戦をすることはない。攻められれば山に引き込む。攻めてこなければ山から動かぬ。そういう戦法でいいではないか、人生。その戦法で二度戦っております。劉表軍も劉将軍と同じようなことを繰り返すでしょうか。やってみなければわからん。ただ、五戸米道の敵はあくまで劉将だ。慶州の山岳部にまで兵を展開させているのは、
そちらから劉将軍が迂回してくると厄介なことになるからで、慶州を犯すつもりはない。それを劉兵に知らせることはできないのですか？そんなことは何度もやっているのだ、人生。ただ、乱世の常で適当な理由をつけて領土を犯すことはどこでも行われている。こちらの説明を劉兵が真に受けなくても仕方がないということもある。そうですね。とにかく、ゴトベイ殿は、魏光軍の北の山岳部からさらに慶州に入るつもりはない。それはこちらの動きで教えるしかあるまい。攻めてきたら打ち払う。それだけだ。わかりました。山中の仕掛けなどもさらに念入りにさせます。とにかく、それは速やかにやれ。それから、帝軍山に3万を集結させておく。劉兵が本気であるとは、長英には思えなかった。本気なのは劉将の方で、慶州とぶつかっていると知ると、連合などなくても兵を出す可能性はある。教祖への報告は、私からしておく。人生は魏光軍の増援を出した後は、山中、特に、派生軍の山中の守りを固めよう。白州は帝軍山の軍の指揮。二人がうなずいた。兄長老への報告は短い言葉で済むだろう。長老はこのところ、戦に対してまるで関心を失っているように見える。兵となった信者たちの口に米粒を含ませることだけを、ほとんど習慣のようにこなすだけだ。あとは館で不術をなし、病人と会う日々だった。南帝の軍が動き始めた。将練の時もそうなので、人々に驚きの表情はない。南帝が攻められることなど、決してないと思っているのだ。それは軍の力によるというより、教祖の力であるとみんな思っている。軍は教祖に力を与えられて動くので、決して負けることもない。生徒の劉将軍に全く動きがないという知らせが入ったのは、二日後だった。それからすぐに、魏光軍の山中に、李兵軍が攻め込んできた。およそ1万ほどである。山中の仕掛けの中で、はじめは散々に打ち破り、およそ4000近くを打ち取ったのに、どこからか3000の衛兵が現れ、6000を追い散らすと、山中に残った李兵軍を助けて、正常に戻ったという。長英は首をかしげた。損害は大したことはないが、その3000の動きがあまりに鮮やかで、これまでの劉将軍とまるで違ったのだ。どう思われます？叔父上は。南帝の郊外の居寄りで、長英は先行に聞いた。劉将が精鋭を出してきたというのもちょっと変だ。わずか3000でこちらの大隊を打ち払えるなら、初めからそれを出してくればいい。私もそう思います。無論、患者に探らせてはいた。劉兵の当面の敵は、幼州の孫権であり、やがて南下してくるであろう曹操が、将来の大敵になる。二方向からの敵への備えで、劉兵は手一杯のはずだった。おまけに、蔡夫人の弟の蔡坊が、軍をいいように動かし、20万近いと言われる大軍も、どこかでまとまりを欠いている感じがある。そういう劉兵がわずか3000の精鋭を送ってくるのか、増援を送るなら多分大軍のはずだ。そして益州の劉兵とも連合してかかってくる。劉兵とはそんな風に抜け目のない男だと長英は見ていた。数日後に聖域の軍についての情報が届けられた。はじめに集結した1万は確かに劉兵の軍だが、3000は五詰めで客将である劉備の軍だった。指揮するのは張飛。騎馬隊が300ほどと、2000数百の歩兵だという。しかし、なぜ我が軍が追い散らされたのだろう。追い散らされた兵たちの尋問もしていたが、突然高いところから攻め降りてきたということしかわからなかった。これは山の備えが崩されたということになります、叔父上。
慌てるな、長英。その軍がまだ聖域にとどまっているというのなら、平地での戦を仕掛けてみろ。山中では、玉坂は我らの通路を進んでしまったということもある。そうですね。実力を測るのには、やはり平地でしょう。南帝から西条まで、それほど堅素ではない谷間の道が一本だけである。ところどころには、平らかな草原もあった。その谷間の道に軍を進めていけば、当然敵も迎え撃ってくるはずだ。大隊が二つで12000、それに長英の騎馬隊、全軍で14000と決めた。決めただけですぐに進発はしなかった。さらに正常の様子を探らせたのである。張飛の3000は城外で野営していた。城に戻った劉表軍は守兵と合わせて8000というところだが、負傷している者が多い。そういうところまで確かめて、長英はようやく兵を出す決心をした。続いて2部、読んでいきたいと思います。慶州北部から集めた1万だったが、劉表の軍はどこか緊張を欠いていた。魏光軍に侵入している琴米道軍を打ち払えという上陽からの命令である。張飛は援軍という立場だったが、劉表軍の武将は後詰めを命じてきただけである。なんとなく進軍し、なんとなく山に攻め込み、囲まれてどうにもならなくなった。当てにはしていないという態度を初めから見せられた張飛は、200ほどの友軍を石膏に狩りに石膏代わりに出しただけで、本体は後方で停止させていた。山が危険だということは遠くから見ただけでも分かった。地形を見てもそう思えるのだが、そんなことよりも、山全体が生きている者の毛を、生きている者の気を放っていた。その山に劉表軍一万は、まるで鹿でも狩り出す時のように攻め込んでいったのか。勝敗は初めから見えていた。山中で孤立した一万を救い出し、正常に戻ってくるだけで精一杯だった。指揮をした武将は失禁していて、正常に入ってもまだ震えていた。激しい戦をくぐり抜けていない軍とは、そんなものなのだ。頭で考えると同時に、肌でも何かを感じなければならない、ということを忘れてしまっている。知恵を見ただけでも、動転するのだ。後詰めの任は果たした。上陽に戦況の報告も入れた。引き続き、正常に退陣せよ。と、劉備からの命令も届いた。城内の兵舎を提供するという申し入れがあったが、張飛は城外での爆舎暮らしを選んだ。その方が、長練をやるのには便利だ。いざという時にも動きやすい。ゴトベードを相手に、城にこもるなどという戦は考えられなかった。漢中を中心にせいぜい6万。しかも、絶えず、劉将の脅威を受けている。甲状腺など、そもそもできるわけがなかった。山から降りてくることもないだろう、と張飛は見ていた。肉や酒が城から運ばれてきております。王安が報告に来た。今夜中に酒は捨てて水と入れ替えろ。肉は三分の一を塩漬けに、三分の一を日干しにしろ。失礼、三分の一を干し肉にしろ。残りは兵に出してやる。不自由なものがないか、とも聞いてきています。武器だ。何でもいい。とにかく武器が不足している。と言ってやれ。城内で軍議を開くそうです。そうか。肉や酒はそのための餌か。よし、武器の手当がつくまで、軍議には出られんということにしよう。おわ、俺の邪望だけは別として、500人分の武器を適当に選んで、爆射の一つに隠しておけ。500の兵は丸腰ということにするのだ。それはいい考えです。何かあれば。城内では我らに戦わせようとしているのですから。余計なことは言わなくていい。お前はつまらぬことを喋りすぎる。
舌をひぬかれたくなかったら黙ってろ。王安がにやりと笑った。何がおかしい。黙っていろとおっしゃられたので喋れません。余計なことを言うなと言ったのだ。俺の質問には答えろ。城内の馬屋にいい馬が行っております。はあ、どんな馬だ。間欠馬ですね。あれは大きな馬で殿にはよく似合います。俺の馬が蹄を痛めている。それも言ってやれ。俺は馬の手当てでとても軍技に出るところではないともな。お気に召せますよ、きっと。それが余計なことだ。張飛が突き出した拳を王安は身軽にかわした。そのまま頭を下げて駆け去っていく。翌日城内の武器蔵を開けたと言ってきたので500人の兵を手ぶらで行かせた。すぐに思い思いの武器を担いで戻ってきた。余ったものは深夜へ運ぶぞ。支柱に積み込んでおけ。馬は届かなかった。軍議の召集だけが必要に届いたが、張飛は八重地を動かなかった。14,000〜15,000の軍勢が南帝を走って州境に向かっているという情報が数日後に入ってきた。支柱の数から言っても、漢中軍の中だけを移動しているのではないことは明白だった。さすがに張飛は城内の軍議に出かけていった。俺には馬がない。長年乗っていた馬が蹄を痛めてしばらくは乗れません。したがって戦法などとてもできません。ご詰めさえも難しいかもしれない。馬はある。言ったのは守兵を指揮している初老の武将だった。山へ攻め込み、失禁して震えていた武将とは違う。この地方の豪族なのだろうと張飛は思った。ダバでは指揮は取れませんぞ。俺の騎馬隊は風のように速い。よほどの馬でなければ大軍を相手にするのは無理だ。ご覧になればよい。多分気に入っていただけよう。その馬を差し上げたら先鋒を務めていただけますか。見てみるまで何とも申し上げられません。もし気に入れば我が軍が敵を止めましょう。先鋒などではなく我が軍だけでいい。それぐらいの長練はしてあるし、今までずっと貨幣で戦ってきた。我らは城を守られればよい。城を包囲するほど敵に余裕はないはずです。劉将が攻めるでしょうから。とにかく領内を、しかも谷間の道を犯されたとなると劉将殿のお名前に傷がつく。漢中に追い返せればそれでよし。追い返せなかったとしても劉将殿の軍ではなく劉備軍の張飛が負けたということにしかなりません。見事なお覚悟ですな。ならば馬を見ていただこう。私の館の馬屋におります。うなずき張飛は腰を上げた。軍議などというものではなかった。山の中で失禁した武将はすっかり萎縮して全く発言をしない。守兵の指揮官はもういい年だった。まったく頼りにならぬ大将をよこしたものです。常用は細胞あたりが決めたことでしょうが、人を見る目がない男ですな。このままでは劉表軍は数だけということになりますか。数だけということになりかねま、なりかねぬ。劉表軍は数だけということになりかねぬ。館に向かって歩きながら首相がため息まじりに言った。なお棟梁と言った。嫌な感じはしない。張飛に先鋒を任せ、自分も御詰めで戦に出る気だと思えた。大きな館ではなかった。ただ馬屋には三頭の馬がいた。好きな馬を選ばれるとよい。言われる前に張飛は一頭の前に立っていた。間欠馬で他の馬より一回り大きい。張飛が鼻面に触れるとかすかに首を動かした。
触れた瞬間、何かが通じ合った。張飛はそう思った。名は翔よ。私にはいささか気性が荒すぎます。翔よ。まだ若い馬です。乗るものを選ぶというところもある。張飛はしばらく立ち尽くしていた。これほどの馬は、そういるものではない。呂布が乗っていた関戸とは比べようもないが、今の張飛の馬よりずっと良かった。翔よ。そうですか。蔵をつけさせましょう。この馬に合った蔵を作らせてあるのです。棟梁が従者を呼んだ。蔵がつけられた張飛は、さらに惜しく見えた。早く乗ってみたい。張飛はそれだけを考えていた。待ちなさい。翔陽を引いて門を出ようとしたとき、声をかけられた。大柄な女だった。大柄なことより、秀でた眉が目立った。私がもらうことになっている馬ですよ、翔陽は。やめなさい、子。父上は翔陽を私にくださるとおっしゃいました。私の馬ですわ。敵が迫っている。そして、張飛殿には乗る馬がない。翔陽を所望されたのだ。翔陽に乗って戦っていただくことになった。張飛様、運よく山を通り抜けることができたというお方ですね。山に入れば、大抵は仕掛けに捕まるのに、無事に戻って来られた。運は強いお方なんですね。運ではない。運ではなくて、どうやって仕掛けを見破るのです？説明しようとして、張飛は不意に、戸惑いに襲われた。甲の目が、じっと見つめてきているからだ。見事な眉の下の目の光は、女とは思えないほど強かった。甲殿ですね。敵が迫っているというのは、本当です。およそ15,000ほど。しかも2,000の騎馬隊がいるという。俺の騎馬隊は300のみです。それで戦わなければならん。なんとか翔陽を俺に貸していただけないか？戦場に出れば傷つくかもしれません。死ぬこともあります。それは人も同じことだ。そうですね。でも翔陽は子馬の頃から私のそばにいました。女に乗りこなせる馬ではない。張飛殿に差し上げるともう決めたのだ。貸していただきたい。お願いします。3,000で15,000と戦わなければならない。今の俺は騎馬隊の動きで勝負するしかないのです。たった3,000で？城内には多くの兵がいるではありませんか。それでも3,000で戦います。なぜです？俺が山で孤立した本隊を助けた。それが、ゴトベイドの連中には不可解なのでしょう。15,000に近い軍を、しかも谷間の道からこちらに向かわせている。俺の正体が何か知りたがっているのですよ。どうして山の中を無事に通れたのです？簡単なことです。200ほど石膏を出した。まあ、遊軍ですが、それが、8名のゴトベイドの兵を捕らえてきた。やはり石膏に出してきた兵です。俺は8名を、ちょっと締め上げてやっただけ、離してやった。奴らは山に入っていきました。俺はそれをつけさせて、安全な通路を知っただけです。そういうことでしたの？だから、運などではない。わかりました。翔陽を、貸していただけますか？ちょっと癖の強い馬です。それでも乗りこなせるとおっしゃるのなら。ありがとう。張飛は軽く頭を下げ、館の門を出た。胸が高鳴っていることに初めて気づいた。翔陽のせいなのか、それとも甲のせいなのか。振り払うように張飛は翔陽にまたがった。ちょっと動き、翔陽は竿立ちになった。
抑え込む。こんなことで俺を落とせはしない。ということをしっかりと教えてやる。桃で締め上げたのだ。それから少陽の腹を蹴った。矢のように少陽は城外までかけた。野営地で王安が腰に手を当てて待っていた。嬉しそうに笑っている。少陽の靴輪を取り、爆車の前まで引いていった。敵が現れるまであと3日というところか。その間、俺は日が昇ってから沈むまでこいつに乗り続ける。夜はお前が手入れをしてよく休ませるのだ、王安。いい馬です。素晴らしい馬です。大きくて、殿にとてもよく似合っています。馬車に入ると、それぞれの隊を指揮している者たちを張飛は集めた。進行してくる五兵衛道軍とは三千だけで戦うつもりだった。敵は五倍の兵力である。州境に石膏は放ってある。情報は、間断なく入ってきた。州境を犯したらすぐにぶつかる、というのは愚かだった。できるだけ正常の近くまで引き入れたい。そしてぶつかる場所をこちらで選ぶことだ。地形をもう一度詳しく検討した。それから歩兵の各隊に指示を出した。騎兵は張飛が自ら率いる。馬車で一人になると張飛はもう一度地図に見入り作戦の検討をした。劉備軍はもともと曹操と戦うために深夜に展開している。曹操に動きがないので、半数が魏光軍への五兵衛道の侵入を阻止するために当てられたのだ。劉備軍の命運を決する戦ではない。だから決して無理をして兵を失うようなことはしてはならない。進発するとき、関羽に何度も言われたことだった。15,000に3,000で当たるのは無理といえば無理だ。だから作戦が必要になる。目を閉じた。不意に、曹操の姿が思い浮かんで、張飛は狼狽した。おわん！大声を出す。商用を引いてこい。夕刻まで徹底的に攻める。王安が商用を引いてきた気配があった。蹄の音でそれとわかる。他の馬とはまるで違うのだ。張飛は腰を上げ、邪望を取った。以上、二部でございました。さてさて、何でしょう、張飛さん、主人公なんですかね。ちょっとね、張飛にスポットライトが当たるっていうのはなかなかすごいですね。いや、なんかこう、上から偉そうに言ってるわけじゃないですよ。なんかあまり見ない展開なので。これはちょっと、どうなるんでしょうかね。3部読んでいきましょうか。宣伝の方ね、広告の方ありがとうございます。残り26分、多分読み切れると思いますけど、念のため、延長しておきたいと思います。おそらく3部は読み切れると思いますんでね。はい。作戦を練る張飛に違和感が。あの、何気にですね、張飛さんって、頭いいんですよ。真面目な話ね。あの、三国志演技のね、横山光輝系の張飛さんは、あんまり頭使わないですけど、まあ、最後の方は結構使ったとは思うんですけどね。軍の指揮官としては一級品の人ですからね。この作品はね、他の三国志との作品の決定的な違いが見られるんですよね。それは大体ね、他の三国志ものといえば武将のね、力がどれだけ強いかを競い合うというところが一番に出て、軍団の指揮っていうことはね、まあ将軍の力じゃないみたいな表現が結構見られるんですよね。うん。なんか軍師の立てた戦術戦略だみたいなものが多いんですけども、まあ、こちらの作品は個人の武力云々ではなくて、いかに兵士を訓練するかというところにスポットライトが当たってるんですよね。そこがなんか他の三国志作品とは決定的に違うところだと思います。ここまで徹底的に鍛えてるっていうのはなんかすごいんですよね。うん。基本的に他作品の
やつだと、まあ、あの、蒼天航路の長飛とかだと、まあ、酒飲んでるだけで兵を鍛えてるなんてシーンは見たことないですからね。まあ、主人公サイドではないから、ちょっとあれなんですけども。はい。というわけでね、3部、読んでいきましょうか。このまま続きになるのかな？はい。駅州から伊予州への州境を越えても敵は現れなかった。愛路である。ただ北側の山はすべてゴドベイ道が制していたところだ。今も500ほどの兵を送ってあるが、何か起きたという報告は届いていない。このまま谷間の道を進めばやがて正常である。できる限り正常の近くまで引き込むつもりなのだろうと長英は思った。他国へ侵攻したことはない。逃げる敵に追撃をかけたことはあるが、せいぜい10里、約4キロである。派生軍や機甲軍の山は侵攻したというより、守りを固めようとしたらそちらまではみ出した。という感じが強かった。他国の領内を大軍を組んだ軍勢で進軍するのは初めての経験だった。C が敵、頭の中はともかく、肌の感じ方はそうだった。兵たちも同じだろう。道の南側の山、そこが危険だった。伏兵を置くとすれば、場所はいくらでもある。南の山からの敵を、長英は全身全霊で警戒していた。両側が切り立った崖で、狭隘な場所があった。上から石でも落とされたら、かなりの犠牲が出る。そこを抜ければ、草原が開けているはずだった。まず、歩兵を3000駆け抜けさせた。それから騎馬を1000、さらに歩兵を3000。騎馬を1000。ほっとした。崖の上に敵はいないようだ。残った6000の歩兵を一気に駆け抜けさせた。両側は山だが、草原が広がっている場所だった。長英は不意に前方に軍勢が現れたことに気づいた。すでに陣を組んでいる。草の中というより、地面から湧き出したような感じがした。騎馬隊は両翼、歩兵は中央。敵の数、どれぐらいなのか。集めてもせいぜい10000。しかし前方は、どう見ても3000である。騎馬隊は300ほどだ。あとの7000が、どこかにいるのか。長英は騎馬隊1000を前に出した。まず、背踏みである。残りの7000の所在を確かめなければならない。三段で核翼に広がって、1000機が進み始めた。敵は3000で前進し始める。騎馬隊を中央に置いた構えで、1000機とぶつかれば、歩兵が迅速に押し包んでくる気だ、と長英は思った。右の山が気になる。そこに7000の本体がいたら、完全に攻め下ろしてくるという形になる。それを防ぐために、1000の騎馬隊と6000の歩兵を右の山に向けた。歩兵が敵の攻撃を受けている間に横から騎馬が崩す。これで隙はないはずだった。前方の3000が見せるための兵だったら、すぐに騎馬隊を反転させる。2000の騎馬隊と6000の歩兵で敵の本体と当たることができるのだ。よし、騎馬隊に突っ込ませろ。長英は言った。攻撃や退却の合図は、木を打ち鳴らす。太鼓や鐘などというものは、ゴトベイ道具にはなかった。木を打つ。冴えた音が草原に響き渡った。敵が伏兵を警戒していることが、長飛にははっきりと見えた。すぐに軍勢は二つに分かれ、半分は南の山に向かって陣を組んだ。敵は15000ではなく、その半数である。しかも、姿のない伏兵に怯えている。劉備軍だけで戦うつもりだったが、棟梁は、強硬に五詰めを申し出てきた。五詰めは必要ではなかった。危険のない程度に、その力を借りることにした。敵の騎馬隊が前進してきている。やがて、木が打ち鳴らされ、騎馬隊が駆け始めた。横に広がっている。よし、思い通りに動いてきた。
張飛は呂布の騎馬隊の動きを頭に思い描いた。あれほどの動きではないが、300騎の実力は今こちらに向かってくる1000ほどの騎馬隊の比ではなかった。行くぞ、突き抜けたら小さく固まれ。騎馬隊の背後にいる6000ほどが本陣だろう。ゴトベイ堂の教祖の弟で長英という者が率いているという。長英がゴトベイ堂軍のすべてを掌握しているらしい。あの6000の中に長英がいる。張飛はほとんどそれを確信していた。見事な陣立てだが、野戦の経験に乏しいことは見て取れた。全体的に堅苦しく、自由に動く余裕がないのだ。混乱すれば脆い。おわん、気を入れろ。俺の商用についていく頃なきゃ歩兵にするぞ。大庵が固い笑みを浮かべた。張飛は蛇棒を天に向かって差し上げ、雄たけびを上げた。かける。風のように商用はかけた。敵、近づいてくる。そう思った時は、もうぶつかっていて、二人を蛇棒で叩き落とした。商用はひるまない。馬体を思いっきりぶつけていく。三人、四人と叩き落とした。あっさりと敵の騎馬隊を突き抜けた。部下たちが突き抜けてくるのを張飛は呼吸にして四つほど待った。大庵が一番だった。300騎が欠けたようには見えない。乱れた敵の騎馬隊にはすでに歩兵が挑みかかっている。南の山から歓声が聞こえた。太鼓も打たれている。騎馬隊を小さく固め、張飛は前方の歩兵に突っ込んでいった。南の山からの攻撃の気配が敵を浮き足立たせている。長英、どこにいるのか。敵の歩兵の中に踊り込んだ。騎馬隊を突き抜けた味方の歩兵も背後から突っ込んできているようだ。まず、騎馬隊で歩兵を二つに立ち割った。それから騎馬隊を三つに分けて突っ込ませる。歩兵が立ち割られた右の方の敵に襲いかかっている。そちらに長英がいると見たのだろう。その敵を張飛はさらに騎馬隊で二つに割った。歩兵がその一方を押し包む。そこだけ見れば兵力は倍だった。崩れた。木が打ち出されていた。数騎が北の山に向かってかけていく。それに続くように全軍が北の山に向かい始めた。南の山に備えていた敵も一斉に北の斜面に移動し始めた。騎馬隊で追い打ちをかけたが山には入らなかった。一万数千が山の中に消えた。支柱など放り出したままだ。馬も100頭ほどはいる。それを歩兵に集めさせた。200人の兵を残して張飛は速やかに全軍を正常に引かせた。残した200人は退却した敵の足跡をたどる。それで山の仕掛けはすべてわかる。どこをどう通れば安全かわかれば山の攻略は難しくない。風を受けながら張飛は気持ちよくかけていた。商用にはまだ十分に余力がある。早いが、すぐに息が上がる馬もいる。商用は他の馬よりずっと息も長い。野営地に戻った。各隊の隊長たちが損害を報告してくる。死んだ者21人、重い傷を負った者16人。軽い手負いは、怪我人の数には入れない。こんなものかな。多分敵は一戦近くを失ったはずだ。大勝利と言っていいだろう。兵たちに十分に兵糧を取らせろ。肉も食わせてやれ。それだけ命ずると張飛はふと気が重くなり、馬車に一人で入った。商用を東高に返さなければならない。東高に返せと言われれば、多分自分は返すだろうと思った。相手が男なら、蛇棒を突きつけてでも、商用を譲ると言わせる。あれほどの馬には二度と出会えないかもしれない。そればかり張飛は考えていた。惨敗だった。山中の道を駆けながら、長英は何度も血が出るほどに唇を噛んだ。一千ほどの兵は失っただろう。相手はほとんど無傷に近いと思われる。しかも、7000の本隊などどこにもいなくて、3000の軍勢にいいように振り回されたのだ。惨敗だが負けたという気さえ、長英はしていなかった。
まともに戦う前にいつの間にか敗走していたという感じなのだ。とにかく騎馬隊で二つに立ち割られた。体勢を立て直そうとしたとき、またさらにまた二つに割られた。六千が二つに割られて三千、さらに二つに割られて千五百、その千五百と敵の歩兵の三千がまともにぶつかり合ったようなものだった。そして自分はその千五百の中にいたのだ。二千騎にまで増やした騎馬隊も一度乱れると何の動きもできなかった。まとまって動く三百の騎馬隊に負けるということがよくわかった。騎馬隊は数だけではない。もう一度まともに戦がしたい。そう思ったが、今は、今というわけにはいかないだろう。軍は立て直さなければならない。劉将との戦でほとんど負けたことがない兵が、負けの味を知ってしまったのだ。それを兵の強さに結びつけなければ、何の意味もない敗戦ということになる。負けても、また立ち直ればいい。そう思わせるために、何が必要なのか。二日後に、漢中に入った。州境に六千ほどの兵がいて、先行が自ら指揮を取っていた。何のための戦だったのか、先行の顔を見て、長英はふと思った。劉備軍の張飛が山中を何事もないように動いた。それがどうしてか確かめたかった。張飛という将軍がどういう男なのかも確かめたかった。そのどれをも果たしてはいない。考えてみれば、後鳥羽上皇は劉将が送ってくる軍勢以外とはほとんど戦ったことがないのだ。あとは義工軍で慶州の山岳の守備隊を山に引き込んで翻弄してやったぐらいだった。他の軍と戦ってみたいという思いが心の底にあった。劉備の軍なら中原で転戦を重ねてきた軍だった。はっきりと分かったことがいくつかある。まず、ほとんど戦らしいことが起きていない益州の軍は弱いということだ。後鳥羽上皇はその程度の相手なら勝てるという強さを持っているに過ぎない。劉表の山岳部を守っている兵もまた同じだった。慶州の精鋭は多分、揚州の孫権軍と正対するところに集められている。そして中原で転戦に転戦を重ねてきた軍は強いということだった。騎馬隊の動き一つとって、騎馬隊の動き一つとっても、劉将の軍などとはまるで違っている。それは目を見張るほどのものだった。中原では十数年も、ああいう軍が戦を繰り返しているのだ。義工軍の山はしばらく使えぬぞ、長英。私も、なぜ長飛の軍が自由に動き回れるのか、見極めることができませんでした。その前に、敗走させられていました。情けない話ですが。山の件については、私が兵に聞き回ってみて、およその見当はついた。どうして、こちらの仕掛けを避けられたのです?石膏に出て捕らえられた者たちがいる。張飛の軍にだ。それが簡単な取り調べで放免されている。すぐに山に逃げ戻ってきた。なるほど。それをつければ、たやすく通路はわかるということですか。聞いてみれば、どうということもないのですね。むしろ、軍勢の精強さの方が驚きに値するかな。強いということはよくわかりました。驚く前に負けてしまっていたという感じです。たった三千しかいなかったのに、三万の軍と戦ったという気がするほどです。負け惜しみではなく、次に戦うときはいくらかマシな戦いができると思います。劉備軍といえば野戦で鳴らしてきた軍だ。数は少ないが精鋭で、関羽、張飛、張允と将軍たちも豪傑ぞろいらしい。私は、張飛という男に関心を持ちました。大きな馬に乗って戦闘で突っ込んできましたよ。矛に触れた者はみんな撃ち落とされているという感じでした。それに実によく調練された騎馬隊で三百騎が一頭の獣のようにさえ思えました。まあいい。お前も負けの味を知った。これは無駄ではあるまい。これまでまともに戦ったのは劉将の軍だけだったのだからだ。天下は広い。実に広いと思います。長英が言うと、先行は目を閉じて、かすかにうなずいた。
3日経っても商用を返せと東光は言ってこなかった。張飛はほとんど商用と共に過ごした。長連の間だけではなく、その後の世話も王安には任せなかった。商用に声でもされているようです。王安が余計なことは言ったが、叱りもしなかった。商用のことなら、細かい癖まで何でもわかると張飛は思った。そんな馬はやはり今まで一度も出会ったことがない。夜も馬車ではなく、商用のそばで過ごすことが多かった。この馬と別れるのだと思うと、心が張り裂けそうな気がした。それでも張飛は4日目になると、商用を城内へ連れて行った。棟梁の館、棟梁を訪ねてきたとは言えず、棟梁にお隣を入れた。すぐに玄関の脇の部屋に通された。この町にも兵が少なくなりました。棟梁がすぐに姿を見せていった。元からの正常の主兵は2000ほどだけで、上陽から命令を受けて1万の兵を率いてきた武将は呼び戻されていた。劉表様も何を考えておられるのか、細胞ごときの言うがままになっておられる。正常の主兵は2000でいいと言い出したのは細胞らしい。その話は噂のようなものとして張飛も聞いていた。もともと正常には1万8000の兵がいて、それを棟梁が指揮していたという。棟梁は義高軍の大使となるべきはずだった。その邪魔をしたのも細胞で、劉表の長男の劉輝派と見られたためらしい。細胞は劉曹にとって叔父にあたるが、劉輝とは血のつながりはないのである。漢王室の外戚として力を振るった大将軍の家臣とどこか似ておりますな。細胞は外戚が力を持てば国は衰えるばかりです。もつも義高軍は山ばかりの貧しい軍に過ぎませんが、軍をいいようにしている。もとも力を持つにはそれが一番手っ取ればいい方法ですが、それを許している劉表殿が老いているのだとしか言いようがありません。細胞にはせいぜい500の兵を指揮するほどの力しかありません。それが慶州の軍の筆頭に立つ。慶州に大きな戦がなかったからなのですよ。何かあっても他人の力を当てにするところが劉表様にはあります。かつての長州がそうであったし、今また劉備様を頼ろうとしておられる。劉備軍はわずか6000に過ぎません。頼られてもそれだけの力があるわけがない。長州様のような豪傑が率いた6000ですからな。6000は核で、いざという時には3万4万の兵が集まってくるのだろうと私は思っています。酒が出されていた。杯を2、3度重ねただけなのに、張飛は酔いにも似たものを感じた。普段なら一斗、約1升ほど飲んだ時の酔いに近かった。杯を2、3度重ねただけで酔うはずもなかった。それにしても先日の戦はお見事でした。張英もなかなかの軍人ではあるのですが。5分の1の兵力で赤子のように翻弄してしまわれた。長英は野戦に慣れていない。それが分かっただけなことです。もし次にぶつかったとしたら、今回ほどたやすく破ることはできますまい。兵の質は悪くなかった。堅苦しい傭兵でしたが、それもなかなかのものだった。俺が戦ずれしていたということだけのことです。必ずしも実力がぶつかり合ったというわけではない。確かに手強い相手でした、長英は。特に山中の戦では、その山中の戦でも張飛殿は楽々と勝たれた。だから戦ずれをしているのです、俺は。山中をどうやって安全に動けたのか、張飛は話してやった。その一つ一つを棟梁はうなずきながら聞いていた。何のために棟梁の館に来たのか、張飛にはわからなくなった。ほとんどが
戦談義である。俺は少尉を返すために来たのだと張飛は思った。しかしそれを言い出す気力はもうなくなっている。黙って少尉だけつないだまま置いていくのか、そんなことが自分にできるのか。玄関の方で声がした。東郷の声だった。口に含んだ酒の味が張飛にはわからなくなった。張飛様、よくおいでくださいました。東郷が入ってきて言った。秀でた眉、その下の強い光を放つ目、張飛はうつむき、視線を合わせないようにした。言わなければならない。少陽を返しに来たのだと。東郷に言わなければならない。言葉が喉に詰まっていた。寒い季節なのに、全身にじわりと汗がにじみ出していた。少陽に乗ってこられたのですね。門のところで会ってきましたわ。東郷が先にそう言った。わずかの間にとてもいい馬になりましたのね。私を見て嬉しそうに顔を寄せてきましたわ。その様がとても男らしい感じで、思わず首に抱きついてしまいました。お返ししよう。ようやく張飛は言った。縁日というものがある。それが少陽との間にはなかったのかもしれないと思った。何とおっしゃいました？お約束通り、少陽は東郷殿にお返しする。お気に召しませんでしたか、少陽が？いや、あれほどの馬、生涯にまた会えるかどうかと思っている。しかしお返しする約束だった。そうですか。私のような女のことをお考えいただいたのですね。戦が終わったらすぐにお返しすべきだった。俺はどうもめめしいようで、別れがたい思いを断ち切れず、遅れてしまった。少尉は幸せな馬ですわ。立派な方に乗っていただけるのですから、お返しになるには及びません。少尉は乗る人間を選びます。そしてこれ以上はないというお方に乗られて戦場に出ました。少陽がはっきりそう感じていることは見ていてわかりました。見ていた？いや、張飛殿、この娘は兵の身なりをして戦場の南の山にいたのです。気づいた時は紛れ込んでおりました。張飛殿が少陽にまたがって戦場を駆け回れる姿をつぶさに見ていたのですよ。笑いながら棟梁が言った。男のようなことばかりをして困っております。またそこらの兵に劣らぬほど剣を使ったりもします。気性も激しい。ただの男では乗りこなせぬ。カンバというやつですな。母親は穏やかな女だったのに、なぜこんなになったのだとよく思います。少尉を返さなくてもよいと言われたのか、東郷殿。はい、私より長飛様の方が、ずっと少陽に乗るにふさわしいと思いました。ありがたい、それはありがたい。心からお礼申し上げる。東郷は微笑んでいる。張飛は何度も頭を下げた。こめかみから汗が流れ落ちている。もう一頭の看板も張飛殿が乗りこなしてくださればいいのだが。棟梁が言い、声を上げて笑った。以上、四部でございました。三部ですね。次が四部でございます。素直か。いや、これはあれですね。なんだろう。なんか、張飛ってやっぱりね、ちょっと可愛いんですよね。キャラクター的にね。武骨でね、勇ましい男ではあるんですけど、やっぱ可愛げというものがね、すごいあるんですよね。三国志っていうものに触れるとよくわかるキャラクターなんですよね。それに張飛に比べてしまうと、ちょっと関羽とか劉備って弱いとは思うんですけどね、ちょっとね、キャラ的にね。はい。まあ関羽の場合は、張飛をね、止めるっていう大事な役目があるんですけどね。暴れる張飛をね、うん。やめんか、張飛っつって。話せ兄貴っていうこの、コントね。
関羽の力で止めてもなんか張飛がやばいみたいな感じになって、そこに劉備が来て、これとか言うんですけどね、するとあの張飛がね、泣き出すっていう。このね、このワンセットね、これがあの、すごいね、組み合わせとして面白いんですよね。うん。そうそうそう。で、この場合はあの、そう、ブチギレる男を劉備がやってるので、張飛がね、そんなに怒んないんですよね。ただまあ、その張飛自身は自分でフラグがビンビン立ててるというところはあるんですけどもね。まあそれは後々の展開のことではあるんですけども。はい。どうしましょうか、これ。今何分？今、1時間経過してますね。4部読んでいきましょうか、じゃあ。ちょっとですね、これは、はい。楽しい張飛さんでございます。今のところ、カウンさんにキャラがないというか、だんだん張飛が呂布化しているような気もするんですけどね。この作品の呂布も豪傑という感じもあるんですけど、やはり、兵士を鍛えるというところに徹底しましたからね。はい。では、4部続けていきましょうか。じゃあ、5部まであるんで、今日は全部読み切ってしまいましょう。4部。山は雪になった。北の斜面の雪は深いが、南には草が隠れるほどに積もるだけである。それでも漢中軍は雪に守られたという格好になる。兵を休ませるのにいい機会だった。休ませながら長練も重ねる。これまで長英は自分で長練の指揮を取った。それを白昼と人生に任せた。旅に出ようという気になったのである。一人で行くというのに、白昼と人生が強硬に反対した。それで、従者の広報と小物を2名、小物を2人伴うことにした。長老にはすでに許しを得てある。長老が教祖としている限り、ゴトベイ道は絶対で、従って、漢中軍も強く一つにまとまっている。長英と広報が騎乗で、小物2人が靴輪を取った。秋の終わりに軍勢を率いて通った道を長英は堂々と辿った。ここでこんなことに心を配り、ここで軍勢をどんな風に移動させた、それらがまざまざと思い浮かんでくる。急ぐ旅ではなかったが、5日目には戦場に出た。改めて地形を眺め回してみる。大軍を迎え撃つには絶妙な場所と言ってよかった。南帝から来た軍勢がここで敵にぶつかると、まず背後の愛用に退路を塞がれた格好になる。南の山には実際に伏兵を置くことも可能だろう。北側の山が自分の領分だと思っていれば、劣勢になった時は無意識にそちらへ逃げる。経験だな、と長英は思った。経験の差で張飛に手もなく打ち破られたのだ。実際に戦場に立って思い返すと、勝てる方法はいくらでも思い浮かんでくる。南の山の復栄など気にせず、全軍で張飛の三千に向かっていれば、そのまま正常まで押していけたはずだ。本当に復栄がいて、強撃の形を取られたら、その時ほど北の山に逃げ込めばいい。悔いが残ることばかりだが、長英はそれを忘れることにした。戦で負けた。死んでいておかしくない。それでも生きて、いろいろ考えていられるのは、運があるからではないのか。戦がやり直せると考えるのは、死んでも生き返れるということと同じだった。指に包まれてはいますが、地形はよくわかりますね、長英様。まったくだ。俺はここをよく覚えておく。張飛という男の子供だ。正常にまだ駐屯しております。このまま進めば、いやでも正常に入ってしまいますが。心配するな、候補。俺たちは腕を買ってくれそうな金持ちを探して流浪している男に過ぎん。いささか腕に覚えがあるが、どうも主人が気に食わんというやつだ。やはり正常で張飛にお会いになる気なのですね。流浪の武芸者としてな。お前も俺もゴトベイ道軍の中ではどんな武器を使っても一二を争う。腕を売り歩いていてもそれほど不思議ではあるまい。張飛という男は長英様だと見抜いてしまうような気がするのですが。その時はその時だ。首を跳ねるというのなら、存分に戦って跳ねられてやろう。とにかく、
俺は駅州以外の土地も見てみたい。そこで戦に明け暮れている男たちも見てみたい。九州の片隅に増援に送られてくる劉備軍の将軍の一人にでさえあれほどの戦をするのだ。俺の度肝を抜くやつが運下のごとくいるに違いない。長英は正常への道を進み始めた。雪はまだ深くない。いずれは身の丈を超えるような深さになり、春までに寒中を静かに守ってくれる。張飛軍は城外で野営をしていたようですが、雪とともに城内の兵舎に入ったということです。そういうことも先行が正常に放ったものから報告が入っている。正常に限らず中原全域に数十人の信者を放っているのだ。だからこの国の情勢については詳しく知っていた。知っていることに大した意味はない。それも今度の戦でよくわかった。先行は曹操をよく見てこいと言った。この国をやがて統一するのは曹操だと考えているようだった。その時、益州に後鳥羽道の国を作り上げられているのか、曹操がそれを我演じるのか。長英は曹操だけでなく、劉備や孫権も見てみたかった。袁紹に勝った曹操が、これから河北四州の制圧にかかる。その間に孫権が慶州を取ることはないのか。孫権が揚州、慶州を領し、曹操が河北四州の制圧に手間取れば、曹操は腹背に敵を受けるということになりかねない。天下の奇数はまだ決したわけではないと長英は考えていた。とにかく、益州に後鳥羽道の国を作るために何年あるかということだった。益州の民を皆信者にしてしまえば、それは難しいことではなくなるが、さすがにそちらに関する劉将の締め付けは厳しい。その締め付けに耐えかねて、生徒近辺に潜んでいる信者も、漢中軍に流れてくるという状態だった。正常です、長英様。雪に包まれた白い町だった。高い場所からは城壁の中も見える。動いている人の姿も、かろうじて見極められる。奪っても特に意味のある城というわけではなかった。周辺の指揮官は棟梁というのがこの辺りの豪族で、周辺の指揮官は棟梁というこの辺りの豪族で、こちらが山にいる限り、ことを構えようとはしてこなかった。周辺も2000ほどなのだ。戦になるのは劉表かその幕僚が九州の北の隅を問題にした時で、1万から2万の討伐軍を送ってくる。山の戦は知らない軍勢ばかりだった。正常の町に入った。これ西条かな、まあ、正常で行きます。宿を取り、城郭の中を歩き回ってみる。張飛の軍の兵が闊歩しているということはなかった。見かけるのは棟梁の兵で、別段先だった気配もなかった。なんてとはだいぶ違うな。眠ったような感じのする町です。これでも北の山に対しては戦闘態勢をとってはいるのでしょうが。北の山も今は眠っているからな。雪に包まれて眠っているだけではない。長英が敗走したとき、その足跡をかなり深くまで追った気配がある。張飛の軍は安全な通路を知ってしまっているのだ。山中に仕掛けた罠などもう役に立たない。商人の数も多くはなかった。これから大きくなるという場所ではないのだ。漢中からの侵攻さえなければ、中原の情勢をよそに、のどかで平和な日々が続くところだろう。あれが兵舎か。いるのは張飛の軍だな。衛兵の盾からして違います。さっきとは違いますが、緊張感は漂っています。いつでも出動できるという体制でいいでしょう。兵たちの姿が見えた。談笑している者もいる。共通しているのは全員の体が引き締まっていることだった。目にも力がある。激しい調練を積んでいるということなのだろう。これほどの兵が慶州の北の隅に増援に送られてくるのかと
と長英は考えた。今までの劉表軍にはまるで見られなかったことだ。劉表は中原の戦を避けた。厳しい戦場をくぐっていないという点で劉表の兵と似ているのかもしれない。居酒屋に入った。そこには兵の姿はなかった。数人の商人らしい男たちが皿を囲んでいるだけだ。肉と酒ならすぐに出せるそうです。値もそれほど高くありません。まったく平和なところなのだな。酒はすぐに出てきた。長英は皿を囲んでいる男たちの話に耳を傾けた。縁談の話だった。時々笑い声も入り混じっている。大きな男と大きな女で釣り合いが取れていると一人が言っていた。それから少し卑猥な話になり、また笑い声が起きた。いずれ深夜へ帰る、いや正常に落ち着くつもりだ、そんな話になったので長英はさらに耳をそば立てた。長飛と棟梁の娘の縁談らしいとしばらくして分かった。それ以上は噂の息を出ていなかった。長飛が棟梁の娘を妻にする、それだけは確からしいな。つまり張飛は棟梁の家を継ぐということなのでしょうか。わからん。張飛が正常に居座るというのは五田兵道にとって歓迎できることではなかった。三千の軍も一緒となればなおさらだった。俺が見た限りでは張飛は自分の兵と棟梁の兵と話している。居酒屋の主人が肉を運んできた。野菜と一緒に煮られたもので、湯気とともにうまそうな匂いを立ち上らせている。長飛将軍が嫁をもらうというのは本当のことか？本当ですよ。今、その噂で持ちきるでしょうね。主人は皿を囲んだ商人たちの方へちょいと目をくれていった。馬が取り持つ縁だったそうで、みんな毎日同じ話をしています。馬か。棟梁様のところに大きな馬がいましてね、それを長飛将軍が乗りこなしたんで、娘が惚れちまったって話です。娘も剣なんかぶら下げて馬を走らせるようなおてんばで、長飛将軍でなけりゃ乗りこませまいとみんな言っております。張飛が嫁を取るというのは嘘ではないらしい。戦はうまいが案外に甘い男なのかもしれないと長英は思った。二日後、長英は正常を出た。特に見るべきものはなかったし、張飛の軍は雪中の長連に出ていた。長連を見物し、その足で深夜へ向かえばいいと長英は考えていた。深夜から曹操がいる京都まではそれほど遠くない。300騎の騎馬が雪の中をかけていた。歩兵と交錯する。騎馬と歩兵を同時に調練しているのだ。見事な動きだった。ほとんど実戦に近い。騎馬と歩兵の位置が入れ替わると、次は歩兵が騎馬を押し包む。一箇所を破って騎馬が包囲を抜け出す。すごいものですね。こんな調練では歩兵は何人も死ぬでしょう。だからみんな必死なのだ、後方。規模の動きもすごい。遅れているものが一気もありません。ああやって一つに固まっているのは、たやすそうで一番難しいと思います。張飛がどこにいるのか、すぐに分かった。ひときわ大きな馬に乗っているのだ。戦の時も、あの馬に乗っていた。不意に300騎がこちらへ向かってきた。長英は馬首を回し、避けるためにかけた。二里。約800メートルほど全力でかけたとき、ようやく騎馬隊は反転していった。2機だけ残っている。張飛についているのは子供のように小柄な男だ。張飛が近づいてきた。小柄な方も馬の扱いに隙はなかった。長連がそんなに面白いのか？いや、激しい長連をやるものだと、呆れながら見物していた。ふん、これぐらいの長連はお前のところでもやっているのだろう、長英。
言われ、全身に緊張が走るのを長英は感じた。すでに張飛は自分のことを知っている。しかし、そんなことがあるのか。私の名は徐才というのだが。そばで広報が殺気を放ち始めて。七度、どうでもいい。長英と呼んでみただけのことだ。先日の戦で逃げていく大将の手綱さばきとそっくりだったのでな。長英の背に冷たい汗が流れた。広報が放つ殺気を張飛は滋賀にもかけていないように見える。まあ、わざわざやる必要のない戦ではあった。その大将もそう考えていたらしく、あっさりと山の方へ逃げてくれた。確かに、やらなければならない戦ではなかった。と今は思う。しかし、やってよかったという思いもある。自分が大した指揮官でないことが嫌というほど分かったのだ。張飛将軍か。だったら、どうする？嫁をもらうという噂を聞いた。張飛が大声で笑い始めた。相手は棟梁の娘で似合いだという話だった。似合おうが似合うまいが、俺の子を産ませようと決めた。それだけのことだ。それで正常に行くのか。バカを言う。俺は劉備玄徳の武将だぞ。命令があれば速やかに深夜に戻る。深夜ではいずれ大きな戦が起こるのではないのか。曹操が攻めてくる。その時まで俺が呼び戻されぬということはあるまいよ。ここにいるのは劉備軍の半分だからな。六千で曹操と戦うわけではあるまい。先方の花ぐらいはくじいてやれるさ。それから先は成り行きだろ。劉備将軍はなぜ曹操に降伏しないのだろうな。ジャサイとか言ったな。男の志というものがお前にわかるか。志と言われて張飛は戸惑った。張飛の口からそんな言葉が出てくるとは思えなかったからだ。名を呼ばれた時の緊張感は消えている。広報も殺気を放ってはいなかった。志ゆえに曹操には降伏できないと。それも言葉では言わん。俺が代わりに言ってみたがな。深夜へ帰れば俺はただ曹操と戦えればいいのだ。勝てる気でいるのか。男には勝敗より大事なこともある。俺はそう教えられている。間違ったこととも思えないから、そのまま信じているのさ。張飛がどこまで本気で喋っているのか張栄にはよくわからなかった。張栄だと気づいていても殺そうという気はないようだ。この男と一騎打ちをして勝てるだろうかと張栄はふと思った。自信はある。この間の戦の時も自信はあった。正常は正常のままでいい。見つめてくる張飛の目が強い光を放った。圧倒してくるような光に張栄は何とか与えた。一騎打ちをして勝てるか、また考えた。九州の隅の小さな町だ。何事も起きはしない。この間は何を考えたのか、漢中から軍が攻めてきたがな。戦う意味など何もない。劉表もいずれ正常のところではなくなる。正常は正常のままか。お前、腕は立つんだろうが、大事なことが何なのか、あまり考えたことはないんだな。お前はあるのか。俺には代わりに考えてくれる人がいる。それが主君か。自分にも教祖の兄がいるとは言えなかった。主君とは初めから違っている。無論兄でもない。自分が利用できる力を持った存在。そういうことではないのか。ゴトベイ堂の信者かどうか自問すれば長英には違うという答えしか出てこなかった。それでも自分は益州をゴトベイ堂の国にしたいと夢見ている。夢は自分のための夢なの、自分のための夢なのだった。また
合うかな。戦場でか？張飛がにやりと笑っていった。雪原では相変わらず牙と歩兵が駆け回っている。以上4部でございました。すいません、最後。なんか、すごいな、張飛。張飛がすごいな。これは、劉備軍を引っ張っていくのは張飛さんなんでしょうか。5部読んでいきたいと思います。はい、5部行ってみましょう。なんか楽しい張飛さんということになってくるんですかね。なんてない男って。なんか気づいてからって叩き切るわけでもないしね。うん。器のデカさも示しつつというところでしょうか。では続いて5部でございます。張飛が深夜に読み戻されたのは2月に入ってからだった。具足をつけ剣を吐いた方が自分の馬にまたがって一緒に来た。乳房が大きいので具足は特別に作らせたものだ。妻がそういう格好をすることも張飛はおかしいとは思わなかった。王安が気にして腰車を用意していたが、公はそんなものに見向きもしなかった。腰車には棟梁が送ってくれたものが乗せてあるだけだ。深夜へ入ると、公を劉備の館に伴った。関羽、張雲、尾軸、孫権の4人が、これ孫権さんわかりづらいんで、孫関さんと呼びましょうか。ちょっと、ルビはね、剣って書いてあるんですけど、孫権さん他にもね、一人死んでますけど、二人いるんで、劉備軍の孫権さん乾いたっていう字の孫権なんですけど、わかりづらいんで、これ。まあ、そもそも、日本語で発音するものではないのでね、本来はね。ちょっとすいません、ここがわかりやすくしましょう。すいません。ここちょっと差別化させてください。ちょっと文章で聞いてる分にはちょっとわからないと思うのでね。文章というか字を見てないとわからないと思うので。はい。そうそうそう、紛らわしいと思います。作品によってはやっぱこれ孫関っていう場合もあるのでね。この人ね。はい。関羽、張雲、尾軸、孫関の4人が劉備のそばに控えていた。挨拶が済むとすぐに酒が運ばれてきた。ゴトベイ道が一度攻め込んできたそうだな、張飛。関羽が言った。張飛はいつ項を引き合わせるべきかということだけを考えていた。項は王安と並んで張飛の後ろにいる。具足をつけたままだから王安よりずっと異常服にも見えるだろう。着替えだけはさせてくるべきだった。張飛は悔やんでいた。劉表殿が痛く喜んでおられる。3000の兵だけで5倍の軍勢を打ち払ったそうではないか。しかも、ほとんど兵を失せていない。劉備はくつろいだ着物姿で、具足をつけているのは、張雲だけだった。実は、大兄貴。どうしたのだ、張飛。酒にも手を伸ばしておらんな。俺は、妻をめとりました。なんだと？正常で見つけたのか？なぜ、ここへ連れてこない？連れてきているのだ、昭和兄貴。張飛は振り向き、甲を呼んで自分のそばに座らせた。おなごの身でこのような身なりをして、部長法とは存じましたが、夫に最も合った姿だとも思っております。張飛翼徳の妻、こうでございます。こうが深々と。あ、これ。すいません。奥さんのセリフですね、これね。すいません。女子の身でこのような身なりをして部長法とは存じましたが、夫に最も合った姿だとも思っております。張飛翼徳の妻、こうでございます。失礼しました。こうが深々と頭を下げた。誰も何も言わなかった。劉備は手に持った灰を干すのに忘れているようだった。関羽は目を見開いている。勝手に妻をめどって申し訳ないと思っております。関羽は棟梁殿の末娘で、女ながら剣を使ったら、王安と互角で、
それ以上張飛は何を言えばいいのか分からなくなった。そうか、妻をめとったか、張飛。劉備がようやく口を開いた。劉備玄徳と申す。私とそこにいる関羽は張飛の兄にあたる。だからこう、そなたは私と関羽の妹だな。劉備の言い方が何か変だと思ったが、張飛は黙っていた。ところで妹、その身なりは何としたことだ。女が具足をつけております。夫が留守の間は、私がすべてを守るということでございます。夫の家も、子も、誇りも。そうか、見上げたことを聞くものだ。私はまた、張飛が従者を負担に増やしたのだとばかり思っていた。まさか、嫁を連れてきたとはな。大兄貴は早くお知らせしなければと思っていたのですが、どうも照れくさくて、どうせ深夜で会っていただくことにもなるのですし。私にだけでも知らせるべきだ、馬鹿者が。関羽が身を乗り出していった。そうすれば兄上をこれだけ驚かさなくても済んだ。関羽の顔は笑っていた。劉備が一人一人を引き合わせ始めた。こうもきちんとした、女らしい挨拶をした。それが張飛にはなんとなく嬉しかった。私と関羽の三人は兄弟と呼び合っている。タク県を出発したときから一緒だったのでな。しかしここにいる者は皆兄弟だと思ってよい。そなたの兄であり弟だ。夫に言えずに思い悩むことがあったら、まず顔を思い浮かべとよい。兄上様のお言葉、心に刻み込んでおきます。心のありようが兄弟でも、始終に間違いはないのだ、と夫から言われております。兵たちの前では殿様と呼ばせていただきます。おい、張飛、言わなければならないことは全部女房に言っているではないか。なかなかのものだ。感心したぞ。何よりこの女房を選んだお前を褒めてやる。言って、関羽が杯を甲の前に運ばせ、酒をついだ。酒宴になった。甲は酒の飲み方も並ではなかった。しかも、いくら飲んでも酔ったようには見えないのだ。張雲が音を上げ、劉備が横になり、関羽と三人で飲み続けた。王安など、とうに部屋の隅に倒れている。お前が戻ってくるので、みんなで思いっきり飲もうと張り切っていたのだがな。甲殿がすごすぎだ。見られぬところが、またすごい。関羽も言葉がいくらか怪しくなってきて。あなた、そろそろ切り上げませんと。甲が言う。張飛はうなずいたが、立ち上がるとわずかに足を取られていた。その夜は劉備の館の一室に泊まり、翌日劉備から小さな館を一つ与えられた。父上の館と比べると小さいものだが。使用人が二人で、王安もこの館の一室に住む。甲は不満を漏らさなかった。一つだけ馬屋が欲しいと言ったので、張飛は王安と二人で二日かけて三頭の馬が入るものを作った。劉備軍は再び六千が同じ場所に集まった。二つに割ったのは西郷の策だった。それで弱体化すると読んだのだ。西郷はいずれ劉備軍を劉表軍に吸収しようと考えているというのが関羽や張雲の意見だった。張飛もそう思っていた。ただ、そんな方法で劉備軍を吸収できると考えているところが愚かだった。曹操軍にも袁紹軍にも、ついに吸収されることはなかったのだ。西郷は軍を掌握しながら、危険な場所には決して立とうとしない。慶州で危険なのは、揚州の孫権からの脅威を受ける甲賀と、いずれ曹操の最初の標的になるであろう信也だった。甲賀は、甲賀大使の控訴に任せっきりである。
深夜の劉備に対しては当面の危険がないと見ると分断を試みたりする。張飛が深夜に読み張飛がすいません張飛が深夜に呼び戻されたのは、中原での曹操の動きがいよいよ活発になってきたかららしい。活発になってきたからである。まず河北四州にその力は向かうだろうが、いつ南に矛先が転じるかはわからない。巨都と深夜にはそれほどの距離はないのだ。西坊はいわば外戚である。劉表の五歳の西夫人の弟なのだ。それで西一族がのさばることになった。劉表の長男である劉貴はいつ弾き出されるかわからない状態で、支える家臣も少ないのだという。西夫人の実子である幼い劉宗と長男の劉貴との間には当然暗闘がある。そして劉備をそこに引き込もうとする動きも、それは微軸と孫権が何とか阻止しているようだ。1月に曹操の軍が動いた。5万程度の規模だったがな。それだけで細胞は慌てふためき、お前を陰没すことを承知したのだ。肝の小さな男だ。あんな男が掌握している劉表軍はもうダメになっている。まともなのは曹操の軍ぐらいだろう。軍の掌握すらできない劉表はただの老いぼろだな。しかし慶州の中の民政は落ち着いていて、反乱など起きそうもないと俺は見ています。諸兄貴、まさしく劉表は民政の人だ。平和な時なら有能な志士、州の長官ですね、有能な志士であったろう。私は劉表を打って慶州を取るべきだと兄上に進言した。それで何て言われた、お兄貴は。まだ早いと。そうか、いずれは慶州を取る気でおられるのだな。徐州を取るのに失敗して兄上は慎重になられた。一時的に領地を奪っていても維持する力がなければ意味がないと思われている。領地を持たなければ力のつけようもないと俺は思うな。お前の言う通りだ張飛。しかし兄上は慶州を取ろうとされん。それが大兄貴のやり方なのだろう。今無理をして奪っても細胞の一派を根絶やしにはできないと俺は思います。制圧するために戦を重ねなければならない。そこを曹操に攻められたらそれで終わりか。しかしそれを考えていては何もできん。趙雲は何と言ってます。兄上に従うしかないと。それは当たり前のことだが、腰を上げぬ兄上をせかせるのも我らの仕事ではないか。深夜の西の野営地だった。趙連は欠かしていない。6千の劉備軍はさらに盛況になっていくだろう。しかしこれ以上大きくなっていくことはない。そして曹操はますます大きくなる。慶州内の豪族のところ趙雲は相変わらず回っている。いざという時に劉備軍につきそうなものは2万から3万。周囲の情勢にもよるが、それぐらいだろうと趙雲は読んでいる。最大でも3万6千、4万にも満たぬというわけか。私はもう少しいるのではないかと思うが、例えば酵素などとは組めぬ。酵素が6、7万の兵を要しているということもあるが、組めば要州の孫権を敵に回す。少しずつ足元が心もとなくなっている、そんな気がします。諸兄貴、まあ仕方がなるまいな。兄上に今動くお気持ちはない。1月に曹操が動いたのは何のためだったんです。自領を固めたのだ。北へ全力に向けるために小さなことも見つかさない。曹操らしい周到さだ。身動きが取れない。それは張飛にもよく分かった。つまりまだ耐えろということなのだ。何年続くのだろう諸兄貴。さあな、5年か10年か。長いなぁ。5年耐えて何かが開けるという保証はなかった。さらに失速を強いられるかもしれないのだ。俺はしっかりと軍をまとめる。お前は時々耐えきれずに暴れるというのがいい。
そういう荒っぽい男が一人いれば、西郷もあまり無茶は言えないだろう。わかった。私が心配しているのは、お前や長雲のことではなく、自分のことでもない。実は、兄上が耐えられなくなるのではないかと思っている。お前も兄上の気性はよくわかっているんだろう。だから、わかった。乱暴なだけの将軍と、俺はもうしばらく言われていよう。もともと俺たちは流れ者だ。大兄貴に出会わなかったら、賊とでもやっていたかもしれん。今一番大事なのは、大兄貴の志だ。大兄貴がそれさえ失わないでいてくれたら。劉備が耐えきれなくなって、例えば西郷か、その一派の将軍を切ってしまう。それはありそうなことだった。その時は自分が切ったということにして、劉備を助けるしかないのか。各県を出た時は50人ほどだった。今は6000である。随分と大きくなった。そう自分に言い聞かせていればよい。西郷はお前をとてつもない乱暴者だと思っている。しかも、正常での戦ぶりも詳しく報告を受けている。あまり怒らせるような真似はしないと思うが、時々細胞の肝が冷えるような怒り方をしてやれ。張飛は黙ってうなずいた。劉備の志のために自分は何ができるのか、それを考えるのは宅建を出た時からの習慣のようなものだと言っていい。女房持ちになったのにすまぬな、張飛。カーンはうつむいた。自分のことなら、こうはどんなことでも理解してくれるだろう、と張飛は思った。以上、勇者の夜ところですかな。ちょっとこの読み方怪しいんですけどね、これ。変定字でね。はい。あとでちょっと調べておきます。はい、以上でございました。終始、張飛の話ですね。すいません、ちょっとコウさんがね、劉備との対面のシーンなんですけど。張飛すごいね、これ。これ、なんだろう、張飛ファンが増えるぞ、この、なんだろう、この関羽と張飛の反応がね、ちょっとね、読んでて面白くてね。なんか関羽が固まってんだよね、ちょっとね。うん。バルタですよ、こんなもんね。なんかね、劉備も開いた口が塞がらないみたいな。つか、この3人は、あれだね。劉備は結婚してるわけじゃないけど、ね、女性2人が囲ってるけど、関羽が独身って言っちゃうのかな、これ。で、王安とは一緒に暮らしてるんだね。張飛ってね。そうなのか。馬屋をね、張飛と王安が2人で建てるっていう、従者に作らせないとこもすごいですけどね。はい。すいません、ちょっとセリフパートを一回読み間違いですね。ちょっとコウさんのセリフだったんですけど、ちょっと張飛だと思っちゃいました。ここ、すいません、間違えました。はい。いや、これは、まあ、流れ的に、まあ、妻を取るんだろうなということにはなってますけど、まあ、張飛がいかに嫁をくれというのかというシーンはカットされてるんでね、そこはちょっと悔しいところではありますよね。さらに、別のコンテンツの話ではあるんですけど、三国無双のね、新三国無双っていうゲームの一番新しいやつ、8かな？うん。あれに出てくる張飛っていうのはですね、まあ、僕、あのゲームまだ8はやったことないんですけど、基本的に張飛とか関羽は空気、ね、みたいな、ちょっとね、すいません、あんまりキャラがないんですよね。いかついおじさんぐらいの以上のキャラがないキャラであるんですけど、無双8ってやつね、張飛がね、嫁を取るっていうくだりがありましてね、イベントで。はい。まあ、そことも違うんですよね。うん、そことも違うけど、張飛の嫁取りに関してはね、あっちはあっちでまたちょっと面白い、初めて向こうのゲームもね、張飛にスポットライトが当たってるんですよね。うん。まあ、このコウさんではないんですけど、コウさんはこちらの北方建造三国志のオリジナルだと思うんですけど、あちらは、三国無双の方の張飛の奥さんは、加工園の親戚というポジション、義国の人なんですね。うん。っていう、ちょっと、そういうポジションの方の嫁に取るという話になってますね。はい。
それはまたちょっと面白いね。まあ、いや、ちょっとね、今回、長飛会でしたね、完全に。はい。このまま、長飛さんのキャラは一体どうなってしまうんでしょうか。ね、それがね、また、どこから夢もらっとるんやっていう話で。三国志演義か、聖史三国志か、どっちかちょっと忘れたんですけど、ね、そちらの方の長飛さんはね、女を略奪してくるっていうくだりがありまして、それが加工一族のね、我が家娘さんっていうのが、張飛の奥さんっていうことになるんですけど、そこは新三国無双は張飛が略奪するっていうのは当然ないわけでして、そこはやんわりとしてるんですけど、張飛の奥さんの行動が不自然っていう出会い方をします。なんかすごい不自然な出会い方をしますね。はい。森で賊に襲われてると張飛が助けに来るっていう、もう謎シチュエーションなんで、はい。もう謎なんですけどね、出会い方としてはね、はい。なんか森を徘徊するという癖を持ってまして、なぜか張飛と出会っちゃうわという、まあ、深夜と京都が近いからみたいな、そういう扱いらしいんですけどね、どんだけだろうっていう気もするんですけどね、はい。ちょっとその辺のね、イベントもね、やっぱ無双エイトの見どころだと思うんで、気になる方はちょっとチェックしてみてはいかがでございましょうか。はい。ではね、いや、ちょっと今日長くなりましたけどね、お疲れ様でございました。うかつ。うかつすぎですね。もうなんかね、すげえ不自然な、ね、感じはあるんですけど、まあまあまあ、まあ乱暴なことはできないですからね。ちっちゃい子もね、やるゲームでありますんでね、表現はちょっと、やんわりしなきゃいけないですからね。はい、まあ、盗んでいたという表現はまあ使えないと思いますから。まあ、こちらの、表記の奥さん。いや、このくだりなんだろうな。ちょっと コメディ以外なのかなっていう。真面目な話してんのに、ね。はい。張飛もね、馬が気になってるのか、奥さんが気になってるのか、もうわかんないって感じになってましたからね。はい。お疲れ様でございました。はい、では、皆さんね、今日の放送、三国志、これまでにしたいたしでございます。また次回お会いしましょう。はい。お疲れ様でございました。